応お盆なんでね、お供え物、東京のプレスバターサンドを買ってます。で、まあ、まあ、これですね、これは、遺骨ですね。遺骨？はい。どなたの？説明するとあれなんですけど、僕が、知り合いの、お父さんが亡くなって、その亡くなった部屋を片付けて、そのまま娘さんがその骨を、ね、引き取ったんですけど、その骨を僕が今預かってるっていう状態です。お連れしたんですね。そうですね、なんかもう入るお墓がないらしくて、せっかくなんで大阪観光、関西の方観光させてあげてくださいって言われたんで、実家まで連れてきちゃいました。おんぶしてこんにちは。あ、遅くなりましたね。遅くなりましたね。この人は僕の父親である。定年退職を迎えた後に仏教系の大学に入学し、その後浄土真宗の僧侶となった。法名は釈陽門。この機会にお盆のことやお墓のことなど、僧侶となった父親に聞いてみようと思ったのだ。釈陽門さん、うちの父親でございます。はい、浄土真宗の宗徒でございます。はい、に今日はお盆について教えてもらいました。陽門さんはお盆についての資料をあらかじめ用意してくれていた。いや、その関東が全宗骨やから、お、全部入ってんのよ、骨が。あ、そうなの。それはすごいね。だから重たい、ね、そうですか。で、そこ書いてあるようにね、お盆というのは端的に書いてあるんですけど、まあ、亡くなられた先人たちのご恩に対して改めてその思いを寄せて、見る、そういうのがお盆ですと、うん、要は阿弥陀如来にお任せして、お浄土へ行けば必ずすぐに悟りを得て仏となって、うん、でまたお浄土から今度帰ってきて、自由にこの縁のある人やらその他の人を、極楽浄土から帰ってこれるんだ、帰ってこれるんで、すぐにね、浄土真宗の本来は、はい、で、人々を、うん、救いのお手伝いをするという、見守ってくれるという働きをするんで、ね、そのご先祖が生きてる我々を見守ってくれる。そうそう、帰ってきて、ね、あ、まあ民族宗教的な意味合いとか、うん、中国から来たその先祖崇拝の考え方とかがずっと仏教が来る前からあるわけね。土着的な奈良時代よりももっと前からね、土着仏教が来る前の前からもあるわね。そういうのではやっぱり、はい、あの八百万の神で、山にも川にも海にも皆神様がいっぱいおるという話の世界で、そんな中で日本の民族宗教はね、ポカッと仏教が全然違う感じで入ってきて、でその時にあの仏という概念が出てきて、まあまあまあ、そうやって仏教が入ってきて、その仏教が入る前はお盆というのは存在しなかったんですか。しないしない、はい、なるほど。貴族でない人がお墓作れるというのは室町時代ぐらい以降だしね、武家が出てきてからってことね。庶民なんか言うともう江戸時代以降で、はいはいはい、昔の旧の民族宗教やったら八百万の神にお願いして守ってもらってたの、うん、あ、なるほど、仏様にお願いするとか、また呪術によって度胸を落ちてもらってお願いするとか、神言をあの度胸してもらって守ってもらうと信じるとか、そういう新しい手法が入ってきた。守ってもらい方が増えていったんや。仏教と旧民族宗教とは違うわけね。そこへ仏教はインドから入ってるから、まあまあまあ、中国経由で、はい、またちょっと考え方違うけど、中国経由で入ってきたから中国の先祖崇拝という中国独自の文化が、位牌やなんやの形で先祖を大事にするシンボルとして作ってきたのを日本が輸入してきて、なるほど、だからどんどんこの、うん、最初始まった地域性に合わせてね、仏教が中国 の、うん、あの文化とかも取り入れて、それが日本に、うん、なるほど。
仏教が日本に入ってくるまではお盆という文化はなかったのだ。ところで、そのお盆のルーツについても尋ねてみた。もともとはね、その、お盆の根本になる話というのはね、インドの話なんで、ですごい偉いのお坊さんの木建連というのが、お坊さんがおられて、でそのお坊さんが、お母さんがね、この木建連を小さい頃から育てるのに、もう子供を、自分の子供が可愛いから自分の子供にはいいもの食べさせて、なんだすると、することは誰かの分を取ったり、あるいはやらなかったりするんで、そういうことで、今度亡くなった時ね、このお母さんが地獄ガキ畜生、あの柱とかいう六道の中の、もう木建連にばっかり、もう贅沢させて、ガキ道やね、それの罪でガキ道に落ちるわけ、ね、それでそれをそれは言って、その神通力のある木建連が見たら、木建連はまず神通力や、神通力のものすごい偉い、はいはい、の能力があるのって見たら、お母さんが苦しんどると、それでこう木建連がお供えで持ってったり食べ物を持って行っても、口の前も行ったらパッと火になって消えてまうと、お母さんに食べさせられへんってこと、食べさせる、で何ぼしても救えないということで、お釈迦さんに、ご相談したら、自分の供養だけでは無理なんで、お坊さんやらそういう方々が一緒になって救ってくれたら、神通力をね、みんなで作ってもらったら大丈夫だから、お坊さんのために供養しなさいと。当時のお坊さんはちょうど雨季の頃、春から夏にかけて、インドは大雨なんで外へ出られないわけね、それが暗号という、その修行の期間のことなんやけど、そこで修行してるお坊さんたちに供養したら救われるよというお釈迦さんの教え。お坊さんたちに供養するというのはどういうことなの？普通は宅発で回れるのは外で出られるけど、この時は雨の中だから絶対出ないわけで、勉強ばっかりしてるわけね、夏暗号というのが7月15日に終わるのね。その時に、お供え物を町の人たちやらいろんな人とか捧げてくるというか、お供えしてくるという、供養してくると、そういうので、たまたま原因、直接原因はお母さんが備えして苦しんでるのを、とても自分で救えなかったから、 お釈迦さんに聞いたら、7月15日にはその暗号が終わるから、その時のみんなが解放される時に食事する、そういうのでお供えしてください、お供えしなさい、木建連に言うわけです、そしたらお坊さんたちが今度信号の真理の言葉を唱えてね、ほんで救いに つなげるから言って救われたということの始まりで、やっぱりその7月15日お節目頃にね、みんなでお先祖を供養しましょう。旧暦だからか、太陽暦になったから8月15日、今は関西では8月15日するわな。関東では違うの？もう7月15日のとこもたくさんある。あ、そうなの、ってなことで、これは7月15日にするという言われはそんなこと。なるほど、お盆の成り立ちはなんとなく理解できた。この他にも浄土真宗でのお盆の捉え方やお彼岸とはなど、まだまだ陽門さんの話は続き、勝手に連れてきた遺骨のお父さんと一緒に最後まで聞かせてもらった。まさかあんなにむちゃくちゃ入念にお盆について語る準備をしてたとは思ってなかった。完全な講義、講義でしたね。谷氏のお盆はこの後後半に続きます。二人のお父さんと連れ立って松原家のお墓に参ります。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。あ、綺麗な、綺麗なこれ。